どんな仕事がしたい？美容とは容姿を美しくすると書いて美容と言います。お客様を魅力的に見せる、コンプレックスを解消させてあげたり、より魅力的に見れる提案をするということが美容の仕事となります。その人一人一人に合うアドバイスや施術を行うことが大切です。美容師、美容部員、メイクアップアーティスト、マツエクのアイリスト、エステティシャン、ブライダル、着付けなど美容のお仕事はたくさんあります。どんな美容師になりたい？たくさん指名のもらえる美容師、安心して任せられる美容師、トータルで美容のアドバイスができる美容師、皆さんのなりたい美容師はたくさんあると思います。でもどんな美容師でもやっぱり技術力があってこそ、カットが自信のない美容師ってみんなも嫌ですよね。似合っていない髪型に仕上げられるのも嫌。やっぱりどれも技術力があってこそ、お客様に自信を持って素敵にね、笑顔にさせることができます。美容のすべてを学ぶチューブ美容一番の魅力のトータルスタディ。かっこいい人、綺麗な人を想像してみてください。バランスってとっても大切です。上手にヘアアレンジができていても、メイクがいまいちだったり、眉毛の形がおかしい、肌がボロボロ、それではダメです。様々な角度から美しいを作る、その知識をチューブ美容では2年間かけて、全員がトータルスタディ科の生徒として正しい知識と技術を学んでいきます。チューブ美容には3つのコースがあります。まずトータルスタディ科、チューブ美容の代表的なコースです。学生数も一番です。みんなが同じ夢を持って、良きライバルであり戦友、ここで出会う友達はきっと一生の友達になる子も多いはずです。次に午前ヘアスタイリスト科、全国で初めてできた科です。毎日平日に午前のみ3年間通学をしてもらいます。午後は自由に時間が使えるので、アルバイトをして学費を稼ぐっていうことも可能です。次にサロン勤務スクーリングコース、こちらはいわゆる通信課程と呼ばれるコースです。サロン就職をして働きながら学校に通い、3年間で卒業します。チューブ美容の一番代表的なコース、中間課程トータルスタディ科、こちらではトータルで美容のすべてを学ぶというのが最大の魅力となります。ヘア、メイク、まつげエクステ、ネイル、エステ、着付け、ブライダル、男の子も女の子も全員がこのすべてのカリキュラムを学びます。トータルスタディシステム、チューブ美容の基本となる、トータルスタディ、ヘア、メイク、まつげエクステ、ネイル、エステ、着付け、さらに自分の進みたい進路や深く勉強したいことをアドバンスコースの10通りのコースの中から1年次、2年次それぞれコースを選択して勉強をしてもらえます。さらに深く学べるのがプロフェッショナルコースです。こちらは学費とは別で費用が必要となるコースですが、アップスタイルコース、ネイルチップデザインコース、ブライダルメイクコース、特殊メイクコース、フォトコース、すべて外部の講師の先生を呼んでディプロマを発行してもらえるコースとなります。チューブ美容の魅力の一つ、資格取得です。ヘア、メイク、ネイル、エステ、着付け、マナー、これだけのすべての資格を全員が取得をします。名古屋校では常に 90% 以上の合格率、岡崎校では2年連続 100% の合格率を出しています。これだけ資格を取得すれば自分に自信も持てますし、いろんな角度からお客様をきれいにするという知識がしっかり身につきます。学生生活の醍醐味、スクールライフイベントです。これだけたくさんのイベントがあります。勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶ、メリハリをつけて2年間楽しい学生生活を送ってください。一番人気のイベントは体育祭です。続いて午前ヘアスタイリスト科の紹介です。午前ヘアスタイリスト科は
3年間通学していただき、美容師に特化した美容学校全国初のコースです。トータルスタディ科に比べて学費が安く、午前のみに集中して授業があるので、午後の時間をアルバイトや学校以外の語学スクールなどに活かすことができます。希望があれば美容師免許以外の資格も受験可能です。お休みはトータルスタディ科と同じ土日祝日、夏休み、冬休み、春休みです。時間にゆとりがあるのでプライベートを充実させることができます。次にサロン勤務スクーリングコースです。学校へは1年次で約10日、2年次で約25日、3年次で約40日通学してもらい、サロンに勤務しながら通うコースです。サロンで働きながら学ぶので常に現場で即戦力になれます。10月入学は名古屋校か岡崎校で選ぶことができますが、4月入学は名古屋校のみとなっています。続いて募集内容です。中間課程トータルスタディ科と午前ヘアスタイリスト科は高等学校校長推薦入試、一般入試、総合型選抜AO入試です。指定校推薦入試もありますので、高校の進路指導部の先生に確認をしてみてください。通信課程サロン勤務スクーリングコースは一般入試のみとなります。トータルスタディ科は総合計248万円の中に教材費、資格検定受験料、イベント、修学旅行代などすべて含まれています。午前ヘアスタイリスト科は美容師免許以外の資格受験が希望者のみになります。サロン勤務スクーリングコースに教材費は含まれていませんので、勤務するサロンで必要な道具を借りたり、足りないものだけ購入していただくこともできます。中部美容専門学校創立70周年特典として4つの制度を実施します。特待生制度は全日制高校に限り、成績評定や欠席日数などで選定します。家族割引制度は両親や兄弟姉妹などのいずれかが本校卒業生または在校生に適用されます。双子での入学希望も対象です。岡崎校通学補助制度は岡崎校に通う生徒全員に適用されます。シングルライフ支援金は自宅が遠く通学が困難な方に一人暮らしを援助する制度です。動画では紹介しきれないもっと詳しい情報はぜひパンフレットを資料請求してみてください。各制度の詳細なども載っています。現在新型コロナウイルス感染症の影響で思うように進路選択や行動ができない状況だと思います。私たち職員も皆様のためにできることを精一杯考えております。美容はこんな時のために人に笑顔を届けることができる職業の一つであり、衛生業界のスペシャリストでもあります。諦めず自分の夢を追いかけてください。中部美容専門学校は在校生、そして動画を見てくださっている皆様のためにこれからもあらゆる支援をしていきたいと思っています。安全が確保されましたら、ぜひ中部美容専門学校に遊びに来てください。ご覧いただきありがとうございました。